まあ、それにしてもね、あの、昨日が期限だった、あの、大阪の、あの、IR、IR リゾート、カジノ誘致をめぐるですね、この住民投票を、 実施、したいというね、まあ、この署名活動っていうのが、昨日5月25日が期限で、まあ、約2ヶ月ですかね、えー、行われて、まあ、昨日が締め切りあったんですけども、まあ、昨日は、えー、もう終電が、あの、終電までなんか署名活動をするとかっていうことで、まあ、12時、 え近くぐらいまでですねやってはったのかなっていうのは思うんですけども、もまあ、本当、かお疲れ様でしたっていうかね、まあ、すごい、なんていうんですか、もう最初はなんかもう全然あの集まってないっていう感じやったんですよね、まあ、2ヶ月前というか。この 一ヶ月ぐらい前はね。で、それがですね、あの、なんていうんですか、もう今朝、の共同通信では東京新聞にも出てるんですけども、住民投票に必要な署名が突破と、大阪 IR 誘致巡り有効数審査へということで、えー、必要な署名の数っていうのが、えー、大阪府民の50分の1で、それが15万人に当たると、 でそれがですね、今回集まった署名っていうのが少なくとも15万7000人に上っていると。で大阪府へのえ直接請求に必要な数っていうのは15万っていうか14万6000人なんですかね。 14万6千人を上回っているということで、それがまあ、15万7千人ということで、まあ1万0千人上回ったということでですね、まあこれすごいなと思いますね。これまあどんだけすごいかっていうと、5月の初めぐらいにはですね、まだ、 なんか3万とか4万ぐらいしか集まってないっていうことやったんですよね。まあ、それはなんか把握してる署名数が3万か4万ぐらいだったということで、まあ、1ヶ月経ってもですね、まだそんぐらいしかなかったのが、急激に、だから今月に入って一気に50万以上、えー、署名が集まってるっていうね。 まあそれを考えるとね、やっぱそのまあ、この署名を集めたね、受任者の方もなんか7000人ぐらいになったりとかで、えらい増えたんですよね。でまあ、署名も大阪府の各地に72箇所ぐらいっていうふうな、まあ、多くね、まあ、そういう署名ステーションっていうのが設けられて、本当すごい、あの7000人の受任者っていうのもすごいと思うんですよね。でこれだけの方が集まって でこのカジノの住民投票、これ賛否は別なんですよね。まあ、ただやっぱこの署名を集めようっていう方たちというのはやっぱカジノ反対っていう方のが多いんじゃないかなっていうのは思うんですけども、とにかく住民投票で決着をつけようっていう方と思った人が7000人もですね動いてくれたっていうのがもう、まあ、ここがすごいなっていうね。 これがね、今回だけで終わりじゃなくて、えー、まあ、その次の動きとかね、まあ、いろんな動きにつなげていったらですね、ま、ほんとその大阪ね、今、維新が、えー、すごく、ま、強いからですね、これカジノなんかもですね、まあ、通されたっていうのがあると思うんですよね。 で、大阪市民の税金は1円も使わないんだとかて言ってた松井省ね、維新の松井省なんかがですね、まあ急に業者との話し合いで大阪市の税金をですね、800億、790億使うんだとで。実際はなんかもっと使うみたいなね、 そういうことにまなったっていうのが、夢島の、えー、え IR カジノリゾートのですね、この土壌改良ですかあの、地盤沈下したり土壌汚染の問題があるからですね、そこに、ま、業者の要望もあって、790億円以上、えー、突っ込むと税金をね、 それがまあ経緯なんですよね、だからそのもむちゃくちゃやなっていうね、だからやっぱり維新を、まあ、今、議会っていうのが、維新が圧倒的に大阪で議会が強いから、ほ、まあ、他の、ね、自民党だったり、共産党だったり、立憲民主党っていうのが弱いと、で公明党なんかは維新と組んで、ですね、まあ、カジノを、ねまあ、一緒になって進めてるのかっていうね。 幹事もして、ですね、まあ、本当公明党も何のブレーキにもなってないっていうのが、僕は大阪で問題だと思うんですけども、やっぱり今、議会がですねブレーキ役っていうのが、もうほぼいない状態で、ですねやっぱりどうやってその維新の、えー、暴走っていうのを止めようかと思ったら、やっぱりいろんな人がね、 あの一般市民が動くしかないっていうのがあると思うんですよね、まあ、そんな中でこう署名をね、ま受、あ、任者になった方が7000人以上いるっていうのは、僕はこれ、すごく心強いことかなというふうにね、僕は思うんでね、だからこの動きっていうのをね、あのずっと、ずっとというか、これからもですね、まああの参院選もありますし、あの 来年にはですね、えー、大阪府議選、大阪市議選、市長選も知事選もあるんですかね、4ついっぺんにこの間、4年前はあったと思うんで、4年か3年前、ね。来年の,その地方選に向けてもですね、まあ動いてほしいなとうう思いますね、まあそういう意味でも今回、あの法定数、必要数が上回ったと。まあ、あのー まあ、14万6千人必要数ということなんですけども、一応目標としては20万筆やったんですね、署名数はね。まあ、そこから比べると、まあ、15万7千人、えー、少なくともですから、まあ、本当はもっとあるかもしれないんで、16万ぐらいあっても、まあ、おかしくないかなと思うんで、まあ、 あの、目標数には届かなかったけども、この1ヶ月で10万筆以上ですね、上乗せできてるっていうね、それはもうめちゃめちゃすごいことなんちゃおうかなっていうふうに思いますね。うーん。だから、まあも、もちろんこの、署名集めようとう人がね、あの、一気に増えたってもすごい、7000人以上増えたってもすごいことですし、やっぱりそのカ事の、 に関心のある方ね、やっぱ治安の問題ですよね。治安の問題とか考えたらですね、いや、本当にいいのかなと。ねしかも、夢島に近いね、この花区ですかね。えー、ちょっと忘れましたけどまあのね、あの、なんてうんですか、この港ですよね。その、夢島に近い周りの人たち、えー、とかですね、まあ、でも、そう、やっぱ治安の問題とか考えたら、わざわざ、 いるのかなっていうねあの別に大阪府民、市民にとってはいまあ、ほぼ、あのー、恩恵っいうのはないと思うんですね、経済効果はなんか1兆円あるとかっていうふうに、なんか、あのー、なんていうんですか、大阪市っていうかね、大阪市を用意書するなんか学者みたいな人ね、どっかの大学の学長さんからなんか言ってましたけども、ほんまあるんかよね、ほんまね。 僕は,僕は絶対ないと思いますけどもね、ねただでさえ、経済効果1兆円とかっていうのも、その資産、その夢島に、ね、あの訪れる人数っていうのは、年間2000万人っていうね、USJ でも1000万人超ぐらいなのに、なんでそのアトラクションもですね何もない何もない,というかもう、カジノの、ね、なんかスロットマシンとか、そんなんがあるだけの。 夢島にですね、2000万人も来んのかなっていうね。まあ、そっからして僕は無茶苦茶やと思うんですけども、そこに対する、えー、きちんとした根拠とか説明っていうのもなされてないと。んで、やっぱもう業者とのですね、この、話し合いで、話し合い主導で、なんかお金出すとかもね、決められていってですね、 だから僕はそこが僕はおかしいなと、そこが僕は維新とそのカジノ業者の問題っていうのがですね僕は大きいと思うんで、やっぱここをねやっぱ正していかなあかんと、まあ、そのためにはこういう市民の動きもね僕は大切ですし、やっぱり来年の,あの議会、えー、府議会、市議会でやっぱり維新以外の党がねやっぱりやっぱやっぱチェックする。あのー 人たちとも必要なんですよね。だから、まあ、維新の、あの、維新が一定数あってもいいけども、やっぱり維新の暴走をきちんとチェックする、ねそういう、あの、なんてうんですか、他のあの政党の議席っていうのを増やさないと、そのチェックが働かないから、 余計税金も無駄に使われていくっていうね、税金がむちゃくちゃな使われ方していく、ね、やっぱそこはやっぱ汚職の温床になっていくでしょうっていうね、利権があの増えたりとかね、利権問題になったりとかいや、そこをね、やっぱ大阪府民、市民にはね、やっぱり一生懸命あの、ちゃんと考えてほしいなと思いますね。 結局、やっぱり政治の不正とか利権問題とかね、それ、誰が作ってんのかって,ってやっぱ大阪府民、市民のがあの作った結果、こうなったんだよっていうことを、やっぱ分かってほしいなっていうふうに、なんか僕なんかは思いますけどもね。